これって人間の赤ちゃんだよね。魔女様とお弟子さんですかな。そうです。はい、私が迷子にならないためです。ねえママ、道具屋さん寄りたい。ダメ。お願いママ。フェニックス召喚用の鉱石買って。フェニックス召喚するの。いいんだよ。アリスさんも覚悟しときな。すごい。かっこいい。反抗期なんてそんな。ビオラちゃんももう16だろ。遅いくらいだよ。16歳なんてまだ赤ちゃんじゃないですか。ママ。これに決めた。反抗期か。ママありがとう、大事に使うね。可愛いからいっか。おあの魔女すっげー美人ってビオラのことだよね。やっぱりモテるな。魔女、あいつらママをいやらしい目で見てる。そこのお嬢さん、お断りします。見ません。ナンパ男だよ。ママはとっても可愛いんだから。いや、それにビオラみたいに美人さんじゃないから。いないときよくナンパされてるでしょ。お嬢ちゃん、おじさんとは遊ぼう。あれはナンパとは違うの。お洋服も食べ物もいいものは優先してビオラにあげちゃうんだよね。おかんだわ。おかんね。ビオラはその気になれば恋人なんてすぐにできそうよね。女の子の成長は早いんだから。自立しちゃうんだよね。アリスさん、おかんね。おかんだわ。ママ、ニクス、勝ってもいい？なんで？書いた場所に返してらっしゃい。なんで？子育てって大変ね。あれ、おばちゃんたちもう来てたの？お姉さんね。まあまあ、おばちゃんでもいい。ゆこいてんじゃないわよ。いつまでもロリだと思ったら大間違い。ママのこといじめちゃダメ。年頃の女の子って難しいわ。でもほんと大きくなったよ。パイ、ママ、パイパイ。ごめんね。パイパイ、会えない？ママはお、ビオラちゃんがママの分まで頑張るのよ。お、言い方！ものすごく頑張ってくれたじゃん。じゃあまたね。うん、気をつけて。バイバイ。おばちゃんたち。お姉さんな。え、恋人？ほら、ビオラもお年頃でしょ。恋人なんて考えたこともないよ。全然興味ないし。そっか。まさかママに恋人ができちゃった。ママが取られる。恋人なんか作らないで。でももしビオラがパパが欲しいって言うなら。そんなこと言わないもん。パパが欲しくなったら自分で作れるし。ママ、ママ、言ってるそばから増えた。ビオラ、どうしたの？大丈夫。スカイマが欲しい？そう、かっこいいやつがいいなって。だからママ、フェニックスだっていいでしょ。またそれでね、もっと身近な生き物はどう？だったら王道だけど、猫とか？それいいかも。私、猫大好き。ここはママの愛情を奪いそうだからなしで。猫にしようよ。やだ。ママもうすでにデレデレなんだもん。ママ怖い。よく見て。私の方がふわふわだよ。ねえビオラ、どんなタイプがいいか具体的に考えよう。確かに。じゃあビームが出せる使い魔で。ちなみにおばちゃんたちって使い魔いるの？ギリコはヘビを飼ってるよ。ピース。ルーナは向こうから飼ってほしいしてるかな。何それかっこいい。召喚魔法ができるからって浮かれてた。使い魔のことを簡単に考えてたなーって始めてみようと思うの。ちゃんとお世話するから。でも大丈夫、自分でちゃんと考えたもんね。そっか。我のことは遊びだったんだ、なかったんだ。別にいいけどね、という気持ちの東西見てきたし。 A B C D コベチーブシングスクルー。こんにちは。
独走ください。敵を倒すのに必要なので。誰と戦ってるんだい。しかしまあ、あんなに小さかった子が一人で買い物に来られる年になったんだね。私も年を取るわけだ。しょっちゅう同じこと言う。昨日のことみたいに思い出せるからね。あう？誰も現れなくて。捨てた奴は見つけ次第頭蓋骨を割るよ。何か事情があったのかも。じゃあ理由に応じて折る骨を変える。一旦暴力から離れてください。わかった、協力するよ。私も最近息子を産んだばかりだからね。ほら、母乳なら任せな。あんた旦那が焼くほどここにむしゃぶりついてたんだからね。その言い方やめてよ。おばさん、当時第一子を産んだばっかりなんだよね。その貫禄は何なの。細かいことは気にするんじゃないよ。おいドラ息子、ビオラちゃんたちが来てるよ。うっせえババア。アリサさん。フェンネル君、今大丈夫っすか。うん、いえ、アリサさんに会えるのは毎月の楽しみなんで。何燃やしてんだてめえ。独走間髪入れずに殺しにかかるな。もうどうしていつもフェンネル君に意地悪するの。ごめんなさい、して。俺のことはお父さんだと思ってくれていいぜ。あれから嫌い、ほんと嫌い。根に持ちすぎだろうがよ。フェンネル君からそんなアピール感じたことないもん。弟みたいな存在なんだから。このクソガキ。大きくなったね、懐かしいな。私は赤ちゃんの頃から一緒だけどね。だからなんだ。私はおしめも変えてもらったけどね。さっきからどこで張り合ってんだ。どうぞ。悪質なラーメン屋か。バッチリことしちゃダメでしょ。ああごめんなさい。全部計算してたんだ。アリサさんが入れたお茶を俺に飲ませないために。アリサさんの作る薬とハーブは人気商品なんだ。パパとだってママの言う通りお別れしたもん。パパ別れ。ゴーレムのことだから。ねえねえフェンネル、どうしてあんたが消されずに済んでるか教えてあげようか。どうせ下手れて大したことはできないってね。なめやがって。くじお前も学習しないな。アリッサさんに怒られまくってかわいそう。ケーキお待ちどうぞ。わー、フェンネル君大丈夫。かわいそうにショックで過呼吸になってるじゃない。違うよ、ママの膝枕で興奮してるんだよ。ごめんなさい、ごめんなさい、本当にごめんなさい。家族みたいな気持ちはあるというか。すみません、厚かましいですね。ううん、これからもビオラをよろしくね。やっぱり娘には勝てるわけねえんだよな。今度はトラップ魔法を仕込んでおく。紅茶とお菓子のいい匂いがするわね。アップルパイ焼いたんだ。ねえ、それって何人分あるのかしら。え？今日は使い魔たちも一緒なの。帰って。縛られるのが大好き。帰って。痛いのが大好き。お願いだから帰って。恥ずかしいのが大好き。話聞いてる。教育に悪いからビオラのいない時にして。はい、左向け左。お土産じゃーん。うん、魔力を込めると思い浮かべた記憶が映し出されるの。すごーい。ねえねえ、それじゃあママの小さい頃見せて。ちょっと。はい、優勝。何に。すっごい可愛すぎる。誘拐されなかったの。こんなに可愛いのに。でも私だったら心配すぎて。
トゲが生える服とか着せちゃうな。それって私が考えた対策じゃない。ねえねえ、もっと見たい、もっと見たい。よし来た。これが50歳くらいで、こっちは150歳くらい。可愛すぎて時を止めてる。止めてないよ。ルーナおばちゃんだ。可愛い。ギリコおばちゃんも可愛い。ついでにほい、ガーデニング中のアリッサ。可愛さで花を咲かせてる。好きなものが仕事になるってすごくいいね。アリッサ以外だと何が好きかしら。鶏肉が好き。つまり我のことが好き。ねえ、フェニックスの小さい頃も見せてよ。キュートな我。これが500年くらい前の我。これが200年前の我。それにしてもママとおばちゃんたち昔からずっと一緒だね。ルーナ、一人座っちゃダメだよ。キリコ、危ないもの作っちゃダメだよ。まあ私の方も二人のお世話してたんだけど。でもそれ以上に助けてもらったよ。アルバムがなくても全部はっきり思い出せる。ちょっと3人だけでイチャイチャしないでよ。それとね、この人たちは誰なの？ん？あ、あら、一瞬だけ思い浮かべてたみたい。ごめんなさい。私は何もしてないよ。嘘。ピオラ落ち着いて。絶対信じない、信じないから。風邪ですね。いやー違う、風邪じゃない。ビオラって昔から元気いっぱいで、だから弱ることに慣れてなくて気合でなんとかしようとするの。気のせい、気のせい。え、これ病気とかなったことないからわかんない。また牛から目線だよ。でも私はまだ負けてない。誰に？昔ママが言ってた。熱が出るのは体が病気と戦ってるからだって。風邪でここまでの闘争心を抱く人間初めて見た。何かしてほしいことある？じゃあジャックフロスト召喚して。氷枕持ってくるね。金スープがいい。普通に作るから。気持ちは嬉しいけど鶏と張り合わないで。睡眠は回復に不可欠。それはそうなんだけどね。今早く治りたいよ。我の生き地試してみる。粉薬より飲みづらいじゃん。バケツはここに。ゲロではない。吐いたらすっきりした。ついでに他にも必要そうなもの買ってくるね。やだ、ママ行かないで。ママが一人で町に行ったら可愛すぎて誘拐されちゃう。じゃあ代わりにパパ連れてって。はい。のお久しぶりです。やっぱり心配だから私も行く。ところで、あの元気なの何なんだい？何なんでしょうね。やばいね。カーツ！え？まだ一日しか経ってないよ。フェニックス、ごめんね。契約者の不調が使い魔に影響することもあるみたい。おはよう、ピオラ。どうしたの？おねしょなんてしてないもん。ほらほら、ピオラ、これ水の精霊だね。天獣酒ってとってもかっこいいね。好き、いっぱい連れてきた。え、それはちょっとクラスの。ウリファレージャン and I'll change it and I'll stay in jail. Baby you okay? Sick of being a monster out of my head under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. ウリファレージャン and I'll change it and I'll stay in jail. And will you get bored of killing me? 可愛い彼女が欲しい。友達
に対して雑すぎるだろ。だからモテねえんだよ童貞クソエルフ。余計なお世話じゃ童貞クソオーク。オークだって女の子にめちゃくちゃにされたいんだよ。紹介する気が失せる発言はやめろ。エルフじゃなくてもいいなら一人心当たりがある。ウェーイ。というわけで魔女のビオラだ。魔女系急に呼び出して男を紹介するって何。本当に悪いと思ってる。でもお前しか頼れるやつがいないんだよ。それじゃあ二足歩行してんじゃないわよ。だけでもいい。もっとやだよ。まあ悪い人ではなさそうだけど、しょうがない。ヘタレでアホでかわいそうな僕を助けてください。かわいそうな僕を。ビオラちゃんが。いいよ。クリームソーダになります。グリンドです。オークです。ビオラです。魔女です。ちなみにこう見えてまだ16だからな、変なことしようとすんなよ。フェンネルの弱点とか詳しい？お望みとあらばどんな情報でも売ります。裏切り豚野郎。ちなみに好きなタイプは？ママですね。ご趣味は？ママですね。全部本気で言ってるから大丈夫だ。それは本当に大丈夫なのか。とっても素敵なお母様なんですね。ぜひ一度会ってみたいな。ママに近づくなら容赦しないよ。誤解です。これっぽっちも興味ないです。ママに魅力がないっていうの？どうしようってんだ。やっぱダメだった。俺は何があってもお前の味方だし、あいつのマザコンガードも緩むかもしれねえし。自分のためかよ。大丈夫だって。あいつ結構ちょろいとこあるから。寂しくなったアリサさんに俺が寄り添うという完璧な流れが。あれ、どちら様？グリンドだよ。こんにちは。ビオラの母のアリサです。お宅の娘さんには絶対に逆らいません。何があったの？何もだって押しけるの。ただいま。あれ、何それ。ママが卵産んだ。どうしてそんな発想に。天使って卵生なんだ。違う違う。もしかして町に住んでるギータさんとマラクさんの卵なの？そう。ちなみにママは卵から生まれてないからね。じゃあお花から生まれたんだ。それはさておき、ビオラも卵ちゃん抱っこしてみない？赤ちゃんに慣れてない人って特有のぎこちなさがあるな。そういえば卵の模様には種類があるの？みんな一緒の柄だよ。だから女性の不倫は絶対にバレるんだって。ドロドロだ。誰よその男性生物。きっとこんな感じなんだろうね。リザードマンの里では特別な泉に卵をつけて健康をお祈りする伝統があるんだって。かわいい。温泉卵っぽい。こらこら。私も何かお世話したい。それなら絵本を読むのはどう？じゃあママのアルバム解説してあげる。教材は紛失せよ。ビオラのアルバムにしよう。今日は本当にありがとね。ビオラちゃんも見ててくれたの？はい。ビオラちゃん、さよならのハグしてやって。すごい、ちゃんと抱っこできてるよ。本当よ。うん。アリサさんに食事をお呼ばれされちまうとは、俺もついに。で、何の真似だ？お友達を作る会？うちの相手を連れてきてくれたでしょ。今回はちゃんとフェンネルの相手を連れてきてあげたんだよ。絶対根に持ってる。本気で俺に女友達を紹介してくれるのか。いや、俺はアリサさん一筋だ。踊り食いくんだよ。でわー、もっと仲良くなりたいんだってさ。よかったね、好きって言ってもらえて。お、やっぱ根に持ってんじゃねえかよてめえ。ちょっとやめ。おい、見てないで助けろ。